三坂峠の一三坂峠の一三,三坂峠は、山梨県南鶴郡藤川口湖町と、同県笛吹市三坂町にまたがる峠。鎌倉王間御飯路のルート上にある。三坂の名は、日本穂高が、東国遠征の際に越えたことに由来するとされる。富士吉田川と甲府盆地側にまたがる三坂山地の、三坂山と黒岳との中間付近に所在する。 三坂水道開通まで、富士吉田川と甲府盆地側の行き来は徒歩により、三坂峠を越えなければならなかった。三坂水道三坂山と、国道137号新三坂トンネルの東に、位置する山梨県道708号富士川口湖、笛吹線のトンネルで、延長は396メートル。県道となる以前は、 国道137号に指定されており、国道137号の旧道トンネルでもあった。トンネル内は薄暗く、勾配があって、先を見通せない。旧道路法により、旧峠より 2km ほど東の位置に1931年、三坂水道を含む、旧国道8号が開通した。後に、三坂水道を通り、 甲府と富士吉田を結ぶ路線バスも運行され交通の便は飛躍的に向上した。1952年、新道路法制定に伴い旧国道8号が国道20号に変更された際に国道のルートは三坂峠越えから笹子峠越えに変更される。1953年には現在の国道137号として指定された。以後、 三坂峠の故障は、三坂水道の藤吉田川入り口地点付近を指すようになる。また、古道の峠を旧三坂峠、三坂水道の峠を新三坂峠と分けて故障する場合もある。1994年11月20日に、工術の三坂トンネル有料道路が無料開放。 国道指定されたのに伴い、国道指定を解除され、県道富士川口湖笛吹き線のトンネルとなった。新三坂水道を含む振動が開通後、ほとんどの交通は、振動経由にシフトしたが、旧三坂水道と旧道はすべて残されている。三坂水道は1997年には、登録有形文化財に登録された。富士川口湖川のトンネルの出口に、 ダザイオサムが滞在したことでも知られる峠の茶屋、天下茶屋がある。甲府盆地と川口湖の間を結ぶ、一般国道137号のトンネルで、三坂山の中原を直線的に貫く延長2778メートルのトンネル。1960年代になると、マイカーや観光バスの交通量が急増したため、1967年に、 旧三坂峠のほぼ直下の標高1000メートル付近を貫く形で新三坂水道が開通した。新トンネルは三坂トンネル有料道路として通行量を収受していたが、1994年11月20日に無料開放された。それと同時に三坂水道経由の旧道は山梨県道708号となっている。 2012年の笹子トンネル天井板落下事故で崩落した天井板と同じ構造だったためトンネル区間を終日全面通行止めにした天井板の撤去工事が2014年5月26日から6月30日の36日間の予定で行われたが予定より工事が早く進んだため当初の通行 止め期間を10日短縮し、同年6月20日午後9時に通行止め解除となった。東トンネル区間を含む国道137号線は、甲府盆地と富士北陸を結ぶ基幹道路であるため、1ヶ月に及ぶ全面通行止めによる物流、観光等への影響が懸念され、迂回路として国道139号、国道358号、 山梨県道719号藤川口湖、足川線、中央道の3ルートが山梨県により指定されたが、山梨県道路管理課によると通行止め期間中の迂回路の交通量は増えたが、目立った渋滞や事故はなかったという。2020年3月25日、山梨県は、現トンネルの老朽化や、前後のヘアピンカーブなどの線形不良区間の課題を、 解消するため、延長が約4600メートルとなる新トンネルのルート案を公表した。葛飾北斎、富岳36系甲州三坂水面、宇多川広重、富士36系海の後佐古市江戸時代後期には、浮世絵市の葛飾北斎が三坂峠から見える富士山を描いている。天保元年から天保六年に観光された富岳36景では、 貝の裏、富士を描いた作品が6作あるが、そのうちの一つ、高州三坂水面では、三坂峠から、川口湖に移る逆さ富士が描かれている。ただし、実景としては、逆さ富士は、三坂峠から見ることができない。また、高州三坂水面では、実景として描かれる富士は、夏山なのに対し、湖面に移る逆さ富士は、間接した冬の山として描かれている。 北斎没後の開演2年に刊行された北斎漫画第13編無題においても同様の三坂峠から望んだ逆さ富士が描かれている。同じく浮世絵師の歌川広重は安政5年に刊行された富士36系において三坂峠から見える加工こと富士が描かれている。広重は天保12年に海を訪れ公衆日記に海の名所のスケッチを残してるが 三坂峠を訪ねた記録は見られない。作家の伊ぶせますと、太宰治は、三坂水道の藤川口小町川入口横にある、天下茶屋に滞在して、執筆活動をしている。茶屋付近には、太宰の作品、富岳百景にある、富士には、月味草がよく似合うの一節を記した、文学碑が存在する。太宰は、富岳百景の中で、風呂屋のペンキ画のようだと、 三坂峠からの富士の眺めを表した。ありがとうございます。